西武、先発最強です。中継ぎ強いです。山賊打線です。本拠地ドームです。打線は12球団最弱クラス定期。流出壁がなければずっと最強。本拠地ドーム以外の要素は同時に発言しないからな。中日と西武ってどっちのがうちからあるやろな。中日はナボドであの成績やし、山賊はもういなくなって貧民しかいないのや。 FA なかったら7連覇くらいしてそう。今の西武打線に一番必要なのは山川みたいにコンスタントにホームランを打てる打者なんよね。大臣取ったから山川なんていらん。打西武ファンもそう嫌で。なのに FA で出ていったこと自体を叩いてるの意味わからんけど、やらかしとかはともかく FA 自体は関係ないのに。あのアウトドア感あふれるドームどうにかなりませんかね。行くたびに腹立つ。おかわりはまだしも栗山に頼らないといけないのはやばい。育てて出荷するのほんまうまいな西武牧場やん。投手陣も内野守備のおかげでごまかせてるだけで、指標はそこまででもないから、源田との先衰えたら全てがしまいや。あれだけあった電鉄系で残ってるの阪神と西武だけなんやよな。阪神は最後まで残るやろけど、西武はそろそろ身売りあるんちゃう。12球団で一番日本一から離れてるんやろ。リーグ連覇した時に日本シリーズ行けてればな。出荷しまくっても投手出てくるのはすごい。さすがに野手は供給間に合わなかったけど、山賊全盛期ですら日本シリーズ出れてないのつらい。山賊の頃に今の投手陣おったら日シリ5連覇はしとるで。トノゲンは最後の砦やからな。地味やけどあれは魂最高の二遊間やと思う。外野手が地獄みたいな布陣になっとるよな。来年も栗山が5番 DH か。実は去年の一塁マキノン、三塁佐藤も UGR はトップレベルなんよな。西武がパの中に近してることにあまりみんな触れないよな。ご視聴ありがとうございました。